したんですけど、夕方からはずっとノーメイクでね一日過ごしてて、なのにショールームするってなったんで急いでリップ塗って前髪をちょっとだけしてきましたけど、もういっかって思って、だからみんな今日スクショとかあんましなくていいですからね、本当に。パジャマです。めっちゃあったかいの、この多分無印のパジャマ、無印だったかな。でも今売ってるか分かんないけど、去年の冬に父と無印行った時にカゴに入れました。あったかそうだねって話してて欲しかったんで、パパの持っているカゴにちょっと入れさせていただきました。これ上下セットなんですよ、下もほら下もホコホコなの、あったかいんです。はい、明日ショールームしようと思ったの。明日明後日公演だし、まあ、メイクもねヘアもちゃんとしてるからだけど、まあ今日もちょっとなんか一旦リハとか落ち着いて、覚えることも今はもう落ち着いたので今日もしてみました。明日とかもするかも、また明日明後日するかもしれない。久しぶりのせいちゃんの姿でかい、カルシだって確信して嬉しい、ありがとうございます。ネイルか、あ、そうなの、ネイルねちょっと最近変えたんですけど、じゃーん、かわいい、キラキラかわいいですか。今日誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、12周年公演来ます、おお、お待ちしております。12周年はね今回2日間ねあるんですね、ゼップ福岡で何時開演だっけね、テレビの音大きいかなチェックしたんだけどね、劇場公演の方は5時開演で26日、11月26日ね、でコンサートの方が6時開演です。タイトル博多にまつわるエトセトラなんだ、今知った今知りました、へえそうなんだ。なんか外れたよって方は結構コメントで見たので、私のファンの方は来られるのでしょうかって感じなんですけど、どうでしょうか皆さん。お休みの日でもメイクすることある？あります、全然。お絵かきするときとかメイクするし、私メイクするの好きなのでめちゃめちゃ楽しいからするんですけど、今日はちょっとしてない外れちゃった、周年公演外れた、外れた方多いね。
12周年劇場当たった、お当たってる方もいる。劇場公演はまあ毎年のようにそのこう何て言うんだろう、毎年の周年公演見てくださってる方だと分かると思うんですけど、もう本当にいろんなメンバーが入れ替わり立ち替わりでこういろんな曲も本当にいっぱいぎっしり詰まったセットリストって感じで公演はね。でまあ私のファンの方は、まあ、ちょっとユニットをね楽しみにしててください。私が初めてする曲ですちょっとついにそれをするのかとなります。多分でゼップの方はちょっと情報がね出てると思うんですけど、十二支の干支をこうなんて言うんだろうな、干支にまつわる曲をするんですね。でさえとまいちゃんとあと6期生の藤野ココアちゃんがネズミの詩なんで3人で一緒にある曲をします。はい、ネズミにまつわる曲っていうんですか、ちょっと待ってくださいね今すごいいろんな、ちょっと新曲の17枚目シングルの情報も近々解禁されそうだぞっていうのが今連絡来たんで皆さんそれもちょっと待っててください。そう、業務連絡が来ました今。あ、だからエトセトラ、なるほどね。エトと、ああ今気づいた。すごいじゃんみんな、天才じゃん。私はネズミ年です。リハをさずっとやっててさ、エミリーからさ、もう毎回のリハのたびに、いやサエピョンはネズミ年じゃないウサギ年だってすごいもうよくわからない、なんか違うっていう否定をされるんですねいやサエはネズミ年じゃないよ、絶対にウサギ年って、いやだからネズミ年なんだよって言ってんですけど、いやサエは絶対にウサギ年なんだよいつも言ってくるの、なんでなんでしょうかあの方、ネズミ年って言ってんのに言ってんのに曲終わりとかさ普通に空き時間とかに何回も、いやサエはねウサギ年だよってすごい言ってくるんですよ。不思議ですよ、あの方なんでしょうか自分がサイピョンって呼んでるからじゃないのかな、何なんだろう私は犬年です。犬年はね誰がいたっけ、犬年なんかさ曲当てクイズ大会みたいなのやってるよね今公式で。
とちょっと待ってね、ちょっと待って、公式のツイッターに載ってたと思うんだけど、ほんとタイトル誰が考えたんだろうね。ダジャレ、尾崎さん時代を思い出すような。あったあったあった、12周年ライブ絵と企画、披露曲を予想してプレゼントを当てようっていう企画を今やってるみたいです。うさぎ年はファーストラビット、たつ年は心の羽、チームドラゴンの心の羽で、ヘビ年がヘビーローテーションっていうのは今出てるんですけど、それ以外の当てようっていう企画らしいよ。なんでしょう、私の答え分からなくて挫折した。頑張ってよ。でもね、なんだろう、なんかこう、あ、はいはい、ダジャレダジャレっていうのも多いかもしれん。うん、だってこれ全曲当てた方から抽選で A 賞HKT コンサート最前席、え、全曲当てた方から抽選ってさ、全曲当てれる人いるの？すごいんだけど。全曲当てた中から A 賞 B 賞 C 賞あれってこと？え無理だよねこれ、絶対無理だよ。まあ、ネズミは考えやすそう。まだどうですか。まあさえ知ってるからね。まあ知りたい人はそうだな、握手券取ってください終わってるんですけどコンサートまあ知りたい人、答え知りたいよって人いたら、マサヤの握手券取ってくれれば教えます。うん、今のうちにね、取ってもらって取ってくれたら、まあ教えてあげるよっていうところではあるかなとライブ終わってみんな答え知ってんのにさネガコナン君だからネズミはもう分かったえ、マジバレてる、バレてるか。追加で撮ります。宣伝上手、全然宣伝上手じゃないけど、よく考えてみ、騙されてます皆さんよく考えてください。追加で撮るから今教えて。やばい、そりゃ知ってるよ。最後答えリハしてるもんみんなで。顔でヒントちょうだい、むずっ。うん、まあネズミは言うんかいって感じですけどまあネズミだけ言うとすると、やっぱ
まあチューチューって感じですかね。うん、チューチューって泣くじゃん、泣くじゃんね。うん、やばいじゃん私怒られちゃうよ。みんな言わないでねここだけの話にしといて、本当に絶対に絶対にね。いやいや、ちょっと待って、ああ、いろんな曲あるよね。でもね、チューチューチューとかもあるしいっぱいあるじゃん、やっぱね。そうだよね、うんうん。あー、おー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 、みんな当ててほしいよ。だってね、だって全曲当てた人の中から抽選だから、それ当ててほしい。うん、そう考えるとチュってつく曲多いんだね。チュってつく曲って別に言ってないよ、さ多いんだねって言ってるだけ。うん、本当に本当に本当にやばい、余計なこと言っちゃいそうだからもうこの話はやめます。全体的な難易度高め、高めじゃない？高めだと思う。え、あ、その曲なんだって。なんか私は知ってたけど他のメンバーは「え、聞いたことない」っていう曲も、あ、もうなんか本当に言い過ぎるよねああ面白い、もうなしなしなし、この話終わり終わり、終わろう、本当に危ないと思う12月公演たくさん、え、もう出てるのかしら。私たちもさ、なんならさ、みんなと一緒に知るのね、情報をそうだからさ、あ、さっき出たんだね。オッケーオッケー、ちょっと待って、本当だ、目撃者56、なんだここ、56162525。待って、クリスマス目撃者じゃん、みんな来る？クリスマス一緒に過ごそうよ。あと28が目撃者でした。え待って、20
26エミリーのセーター、そうなの？そんなのどこに書いてる？マジ？え、これってさ、あ、そうなの、生誕祭実施のブログか。こうやってさ、私出るのかな、何も知らんけど。メール来た、お、メール送った、さっき。そうなの、23、24がおしゃべり会で、25が目撃者の現地個別の看板配信の日程調節間に合わない。え、日程調節間に合わない、ああ、お仕事、そう。でもまだ結構あの、福岡、23、20の福岡と、あと2つぐらいね、完売しちゃって、あと残りわずかがいくつかありますけど、まだ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 待ってます。皆さんすごい先のさ予定だから組みにくいよね、みんなもね。東京が残りわずか増えてるっぽい。嬉しい。関東めちゃめちゃ取ってしまった。話そうね、いっぱい話そう。踊る一緒に。そう、エミリーの生誕出るならここ点覚えようとは思うけど、でもちょっと早めにね、決まんないと難しそうなので、あの公演中晴れ忘れないようにしよう。本当によろしくお願いします。さえちゃん12月2のパジャドラ出ない？わかんない、パジャドラ何にもわかんないんだよ私。ちょっと待ってね。あ、12月 2？ ちょっと待って、12月に出ないです。別のお仕事でいないですね。12月には出ない。ここてんさ、ここてんさ、やっぱさ、エミリーが家で練習してたからさ、結構もう曲頭に入ってるんですよね。フリ全然知らんけど振り全く知らんけどね。私が好きなのはカトレアです。あとなんだろうな、ダリンダリンちょ、あの青い月みたいな、なんですっけ、ちょっとタイトルわかんないんですけど、ダーリンダーリンちょっと待って、青い月が見てるじゃない、ダーリンダーリン、青い月が見てるから好きです。星の子
影隠れましょうだりベトナムね、まだメンバー発表されてないでしょ。ユニットするならジッパーやりたいか、あのお盆のやつか。でもあれちょっと帽子だからな。白い服めっちゃこれパジャマ。超あったかパジャマ。てかうちめっちゃあったかいんですよ。何故か知らないけど、いつも毎日エミリーとなんでうちってこんなにあったかいんだろうねって話すんですけど、なんか本当にあったかくて、逆にリハじゃない練習とかしてると踊ってると暑くて、2人でちょっと暑い窓開けようっていうぐらいあったかいの家が。まだ何にも暖房器具をさつけないんですよ。マシはそういうものじゃない。あ、そう？そうかな。でもさ、他の人の家とか行くとさ、寒っ！ってなるの。マンションでも。目撃者オープニングで寝てるとき何考えてる？目撃者のオープニングで寝てるとき何考えてるかな。何も、なんだろうな。でもみんなのコール聞いてる。なんかおばあちゃんのときからみんなのコール聞いてますね、私は。久しぶりにね、まいちゃんが劇場公演復帰。楽しみだね。私はまいちゃんと同じチームになったことがないけど、でもやっぱ研究生公演だったりとか、あと研究生時代 K4 のアンダー、 K4 公演のアンダーが最後多かったんですね。あのさくちゃんとかまだちゃんのところを、まさえとかみーちゃんとかエレンの3人が K4 が多かったから、まいちゃんと公演出ることは結構多くて、だからなんか懐かしい気持ちになりそう。楽しみ。でもやっぱ今まで一番こう3期が H の中で先輩でやってたから、やってた分そのまいちゃんが
入ってきてくれて、まあ、先輩なので甘えられる部分もありつつ、でも舞ちゃんはやっぱり一人で目撃者覚えてるから不安もいっぱいあるだろうから、みんなで支えながらできたらなって思います。ファイティーン。まいちゃんのユニットなんでしょうね。なんだと思う？一緒にできるかな。炎上路線ね、すごいさ言われるの。愛知からも炎上路線一緒にしたいから覚えてって言われるんだけど、私まだブーツ履けないのよね、あの炎上路線のブーツ。だからずっとごめんなさいってことはお断りさせていただいてます。なんかさえちゃんと2人でユニットやってみたいってすごい言ってくれるんですけどね、ごめんねって感じ。そう、揚げもみじどうでしたか？え、揚げもみじ、この前広島行った時に、あ、そう、広島フェス、広島でのイベントを来てくださった方ありがとうございました。すごく、もうすごくたくさんの人がいて、やっぱ HKT のことを好きで見に来てくださってる方もだし、 HKT のことを知らなかったりとか、他のアーティストさんを見に来られるけど、でも一緒にこうメロンジュースって言ってくれたりとか、なんかそう、そういうのが、あ、絶対に私たちのこと初めて見るなって分かる方でもすごい笑顔で言ってくれてて、なんか目合ったらわーって言ってくれて、すごいすごい楽しいステージでした。ありがとうございました。寒かったよね。で、その広島イベントの帰りに広島駅で、あのね、もみじまんじゅうがこう夢名物なんですけど、を揚げた揚げもみじっていうのがあって、でそれが美味しいから絶対食べてって、あかりちゃんが、渡辺あかりちゃんね、あかりがそう教えてくれてて、だからそれ絶対帰り買うんだって決めてたんですね。で急いでもう急いで買いに行って、さえと花とアイチとマリアと、あと他にも何人か後から来たんですけど、その4人で急いで行って買って食べました。超美味しかった、揚げたてのもみじまんじゅう、ちっちゃ美味しかったです。そうそう、1階にある広島駅の1階にありました。なんかね、3種類ぐらいあって、カスタードとこしあんとチーズがあって、さあ最初カスタードにしようとしたの、なんかこしあんとかは結構写真のところにもあって、抹茶とかいただいたから、私はカスタードにしようと思って、そしたらそう注文するところにクリームって書いてあって、
あ、カスタードは売り切れか、クリームしかないんだみたいな話をしてたら、それがカスタードだったらしくて、そう、違うの頼んじゃった、ないって勘違いしちゃって、その場で揚げてたよ、めっちゃ美味しかったです。クリームにすればよかったね、クリームって言われると生クリーム、でも生クリームも好きなの、でもなんかすごい急いでてさ、あーじゃあこしゃんでもうあーこれって言ってこしゃんでお願いしますって頼んで、その後よくよく考えたら、あ、カスタードクリームって言うし、クリームってカスタードだったんじゃないみたいななって、まあまあでも美味しいしいっかって。でも本当に美味しくて、ですっごい多分美味しそうな顔で食べてたのか、知らないおじちゃんたちから美味しいのって話しかけられました。おじちゃんたち、スーツを着たね、おじちゃんたちがねいらっしゃったんですけど、ほんと全然知らないおじ様たちから、それ美味しいのってですごいなんか美味しすぎて、そこで買ったんですけどめっちゃ美味しいですってすごい紹介しちゃった、うわ美味しそうねって言われたビンビールラッパ飲みしてるメンバー見かけました、やばいじゃんやばいじゃん、そっか、でも買っていこう、いたね、乗せてたね、メンバー写真、私は何も買わず、もみじ、揚げもみじだけ買って、もう満足げにこう棒を持って新幹線に乗り込むっていうビール飲めないんですよね。えさえよく話しかけられるかもしれん、本当にこれは。てか自分からなんかさ、そういう駅とか新幹線ホームとかでさ、自分からさ、ファンの方見つけるとさ、あーとか言っちゃうのよあーとか言って、友達かよって感じだけど、なんかさ、多分さ、ファンの方はファンの方で多分、あ、今は話しかけないでおこうって多分優しさにしてくれてるんだろうけど、最後はなんかおとか言っちゃうのよよくないよね。今日もね、今日私あのトリートメント行ってたんですね、まず。でその帰り道にサヤのファンの子かなっていう女の子を 見たんですけど、マスクしてたしはどうだろうって思って、しかもなんか違う方といたから抑えて、あ、いいやって思って違う道、普通に自分が歩いてる道行ったんですけど、でもそれ、もし自分がさ、こう見つけて、しかもその子が一人とかだったら、えー、とか言っちゃうんですよ絶対なんか嬉しくなっちゃって、そう、しかも絶対今日目あったもん。いやでもどうだろう、さえすっぴんだったからさだからさ、どうかなって、でも絶対目あったんだよね。でもそのファンの女の子がマスクしてたんですね。でも最後すぐ分かった
多分そうっていうことあります。あと昔あと昔ちょっと聞いてください。昔、本当昔なんだけど、私があのメンバー4人ぐらいとタピオカを飲みに行ったんですね。多分葉月とかだったと思うんだけど、でタピオカを飲みに行って、でそのタピオカを洋服にこぼしたの。私がこう普通にお店でさ座って飲んでてさ、なんかわかんないけどなんかボタボタ垂れてこぼしちゃったんですよ。で最悪みたいな。で多分それも SNS に載せてるんだけどね、写真を、こぼしてる写真。最悪って思ってこぼしちゃって、まあ拭いて、でもシミになっちゃって、でも上着で隠してたの、こうやって帰り。そしたらその時は男性のファンの方が前からこう来て、ファンのことだって思って何思ったのか、見てこぼしたってさ見せてたの何をしたいのか分かんないんだけど、自分がそのさ男性のさファンの方もさ、さえちゃんだってなって、おーみたいな、さえちゃんって話してんのにさ、なんか洋服のシミ見せられてさタピオカのミルクティーこぼしたっていうさシミを見せられてさ、いやどんな気持ちやったんやろって今になっても本当にごめんねって感じでも未だにあのコメントしてきてくれたりするファンの方なんで、うん、よかった。なんかその時にさはファンやめようって思わないでくれてよかったいう気持ちではあるそうそう、誰かに言いたかったの。そうそうなのよ。ああ、え、そう、しかもメンバーとメンバー4人でね行っててね、バイバーイってした後、一人、私一人でこうやって書いてるの、こう、じゃあ、なんだろう、ダウンかなんか着てで、相手の男性の方も一人、おじさんもね一人でいて、見てとか言って洋服のさ、こぼしたシミ見せて、やばくない？何してるんって話じゃん友達と会った時みたいなノリで言っちゃったえ、一人だよ。そうだよ、すごいでしょ。ああ、面白いね。でその後、え、そう、ごめんなの、うん、じゃあありがとう、バイバイみたいな感じでさようなら意味わかんないよね。そう、なんか本当にみんな優しいね。なんか、うん、本当に思う。いい人たちだわ、私の周りにいる人って。みんなありがとね、本当いつもあ本当にありがとう。大丈夫、めっちゃ着てる中のトレーナーを見せただけだから確かに怖いよね、こうやってさジャンボを上着をさ見てこうやってさあー、おかしい人だってことがありました、昔ね。なんでこの話になったんだろう忘れちゃったよ。もう10時半過ぎてた。よかった、メール送ってて。え、そう、私見つけたらちょっと話しかけたくなっちゃう。
話しかけなくなっちゃうっていうか、そのあ、サイのファンの人だってなると話しかけたくなっちゃうんですね。他のメンバーのさ、ファンの方とかはさ、あ、ないのファンの方だって、それはさすがに自分からあ、こんにちはとか言わないんですけど、あ、もうサイのファンの方だって思うとヤッホーってなっちゃうのよね。そう、だからみんなもどっかで見かけたら話しかけるね。私いつでも待ってますから待ってて、てか皆さんもう話しかけて。ずっと福岡住んでるのにメンバー街中で見かけたことほぼない。あ、本当？でも私もその昔はさ、なんかその学生の時とかは結構行ってたけど、最近本当に行かない。気がする。なんかやっぱ最近さ、洋服買うのもネットとかでさ、ほんと美容室とネイルと、なんだろう、皮膚科とかそういう時しか行かないかもしれない。だから私もメンバーと遭遇するとかもあんまないかな。ATM でひじりと一緒に並んだことあるの、やば。すごいね。昔は天神公園でめっちゃ遭遇してた。え、サイも次にメンバーになる前に何度かメンバーさんを見かけたことあるもん。サイ友達と一緒に買い物してたりして、あ、 HKT のナイナイちゃんだって見た。職場にたまにメンバーが来ます。やばいね。嘘、すごい。ねえ、意外とみんな遭遇してんだ。私も前の職場にメンバー来てた。すごいね。誰だろう。でも私もたまにご飯屋さん行ったりするとさ、あの店員さんが知ってくださってることがあってびっくり。花粉症けんちゃなじゃない、けんちゃなじゃないけど、なんか本当にさ、日によるのね。私そう、あと寒暖差アレルギーもありそう。本当にくしゃみが出ちゃう。あとさ、目がかゆくなっちゃう。
マークイズでエミリーとすれ違った時一般人とは違う雰囲気があったあのさ、やっぱさ近いんですね、マークイズとかいいぞとか。空き時間とかさ行っちゃうのよたまに。そうでさ、あのね、何の時だったかな、私がエスカレーターねこう乗ってたら、私が誰かと、メンバー誰だったかな、誰かと乗ってたの、お仕事空き時間にスタバ行ったんかな。でこうやってエスカレーター乗ってたら、上からエスカレーターでファンの方がいて、あーってなったことあります。こうエスカレーター乗っちゃってるからさ喋れないんだけど、おーみたいなこうウィーンっていう、こう通り過ぎたこと。やっぱあのみんな目立つのよね、 T シャツが。特にささやはさ、やっぱさメンバーの生誕 T シャツとかさ普段から見てるから、あ誰々の生誕 T シャツだって思ったら、やっぱファンの方とかいうこと多いですね。レッスン、そうレッスン着です、いつも。私職場行った、え本当面白すぎ。いやすごいよみんな。私がすごいなって思ったのは、はんちゃんの生誕ティーだったかな、なんかイノシシどうみたいなやつ、それ着てる人を見つけた時にもうすぐ分かった。さやのさ、あそっか、でも後ろがすごいのか、生誕 T シャツって。後ろのデザインもうちょっとさ、こう首元にさワンポイントとかにしたらいいのにね。あれもう後ろから見てもプリントが大きいし、はんちゃんのやつはもう前から見てもイノシシがドーンっていてすっごい目立ってたよね。後ろ目立つよねあれ。なんかさこの辺にさ、上の方にさちっちゃくさ、なんかでもいいのにね。背番号、そうね。会社の私服の中何着てもいいからグッズ T シャツ着てる。そうなの、使えるよね。私も家で着てる生誕 T とか、てかそれねコンビニ行ってた前。私多分何か SNS に書いたと思うんだけど、自分の生誕 T 着てコンビニ行った。だからここに自分の顔写真がついてる T シャツでコンビニ行った。そう、そうだよ、自分の名前背負って行ってるからコンビニ。かっこいいでしょ。気合が違う、ほんとそう。明日も早いのでそろそろ終わりましょうかね。また明日もするかもしれない。10周年のポップコーン T シャツ着てるの、ウケるな、すごいな。明日もするってなったらまたチャットとかで言いますね。
てかチャットで私この前ディズニーちょっと前にね行ったんですけど、ちょっと写真がいっぱいあるので、もメールにディズニーの写真送れなくて、なんかダメらしくてね、ディズニー系の写真は。だからチャットに大放出会今度したいと思います。なので待ってて。お待ちくださいと。それではランキング読むね。13位バラ86さん、12位ゆいちゃん、11位電気ビリビリさん、10位美善さん、9位俊太郎さん、8位つかささん、7位ゴー12秒さん、6位しるちゃん、5位たかさん、4位ブビンさん、3位ゆずこしょさん、2位石さん、1位アロンさん、ありがとうございます。じゃあまたね、おやすみみんな、あったかくして寝てください。